ソフィー&プ。さて、どれくらいサボ、休憩しようかな。よし、寝る。私は寝るぞ。リディック、おやすみ。ありがとう。本当？じゃあ評価を発表するわよ。
いらっしゃいませ。今日はどんなご用ですか？あ、マティアスさん。実は重大発表があってですね。私たち国一番のアトリエになったの。偉いでしょう。だろ？なんだかんだで付き合いが長いからな、言いたいことぐらいすぐ分かるって。しかしあのヘナチョコ双子が国一番になるからな、世の中何が起きるか分からねえな。ああ、マティアス先見の明がないんじゃないの？私たち最初から言ってましたよ、絶対に国一番のアトリエになるって。ま、それは確かに言葉通りやり遂げたのは素直に偉いと思うぜ。よっ、国一番のアトリエ姉妹、これからも錬金術でこの国を、いや、この世界を豊かにしていってくれよ。おお、教えてあげたいことがあって。いやつきながらにじり寄るのはやめてください。だいたい察しはついてます。 S ランクに昇級したんでしょ、おめでとうございます。あれ、ルーちゃんが素直だ。絶対に認めませんって言うと思ったのに。私は二人と違って大人ですので、そんな短絡的な思考はしていないのです。確かに S ランクへの昇級では遅れを取りましたが、アトリエボルテールの権威は揺らがない。私もすぐに S ランクに上がってあなたたちのアトリエに勝負を挑んでやります。今はせいぜい一時の栄光に喜んでおくことですね、二人とも。どこが大人なのやら。ルーシャ、その勝負絶対に負けないからね。うん、ルーちゃんなんてコテンパンにしちゃうんだから。それは私のセリフです。その時まで国一番のアトリエの座は預けておきますので、せいぜい頑張ることですね。あ
ルトさん、アルトさん、私たちついにやったんですよ。ついにやった？調合に失敗してアトリエを更地にでもしたのか。そんなわけないでしょ。アトリエランクです。アトリエランク。私たちついに S ランクに上がったんです。国一番のアトリエになったんですよ。へえ。すごい無関心。もうちょっと興味を持ってくれたって。いや、どうせ君たちが S ランクになるのは時間の問題だと思ってたし、取り立てて驚くようなことじゃないと思ってね。それとも、なんだい？口では国一番のアトリエだのなんだの言って、心の中では全く自信がなかったとか？いや、そんなことはないですけど。ならいいだろう。君たちの昇級は当然の結果。別に騒ぐようなことでもないさ。すごく遠回しに褒められてるのかな。わかんないけど、なんかモヤモヤする。わかったわかった。じゃあ一言だけ。おめでとう、二人とも。これでいいか？はい、それで満足です。それじゃあアルトさん、またやれやれ、想像しい双子だ。しかし分かっていたこととはいえ、本当に素晴らしい成長だね。果たしてどこまで伸びるのか。将来が楽しみで仕方ないよ。よし。あ、リリーさん、スーさん、ずいぶんと嬉しそうですね。ひょっとしてバレちゃいました？そうです、そうなんです。実は特上のミルクを仕入れられたとか。違った！もうコルネリアさんたら。ランク制度、ランク制度です。私たちS ランクのアトリエになったんですよ。国一番のアトリエになったんです。 S ランク。 S ランクといえば前人未到として知られるランクだったはず。二人とも、とってもすごいです。本当におめでとうございます。うん、これだけめでたい時に何もしないというのは商売人の名折。うん、あ、思いつきました。当店は本日限り S ランクおめでとうセールをするです。 S ランクおめでとうセール？はい、全品お値段 80% オフで商品を提供です。さあ、好きなだけ買っていってください。私も赤字覚悟です。いえ、さすがに悪いし、お気持ちだけもらっておきますね、スーちゃん。どれを買うかな。
ちゃん。え、あ、うん、冗談だって。気持ちだけ、気持ちだけで十分です。はい、そうですか。ではまたいつでもいらしてください。割引できなかった分、今度何かしらおまけをつけますので。楽しみにしてます。それではコルネリアさん、また。二人ともいつにも増してニコニコだね。何かいいことでもあったのか。はい、私たち国一番のアトリエになったんです。へえ、ってことは S ランクに上がったんだ。すごいじゃない。うん、その年でここまで上り詰めるとは。昔のソフィーを思い出すな。私はフィリスちゃんを思い出しちゃった。二人とも今やすごい錬金術師だからね。きっとリリーちゃんとスーちゃんもあの子たちくらいすごい錬金術師になれるよ。そうですね、目標は高く、いつか二人に追いついてみせます。できるさ、君たちになら。さて、ドロッセル。わかってるよお父さん。今から祝福の人形劇だよね。ああ、もちろんお代は取らないよ。二人とも見ていくだろ。うわー、いいんですか。ぜひお願いします。うん、では開演といくか。あいよー、国一番の錬金術師たちに送る人形劇、さあさとくとご覧あれ。イエイ。ほう、昔から言ってたもんな、国一番のアトリエになりてえって。いやー、めでてえ。負けてきやがった。よかったな、ハゲルさん。決めた。俺、ジョーちゃんたちの像を作る。もっといろんなやつに二人のことを知ってもらおうぜ。庭のインテリアにちょうどいいラージサイズに、部屋のワンポイントとして飾れるミディアムサイズ、それに持ち運びに便利なスモールサイズ、サイズは3つもありゃ十分だろ。うん、提案なんですけど、私たちのサインをつけるってのはどうですか。おお、いい考えじゃねえか。
創作熱がメラメラ燃えてきやがったぜ。明日から制作に取り掛かるからな、二人とも楽しみにしててくれよ。はい。これで宣伝効果もバッチリ。なんだか大変なことになったような。私たちの像なんて本当に売れるのかな。Sランクに昇級したのでしょ。最後まで言わずとも分かりますよ。うん、2人なら絶対合格すると思ってたしね。おめでとう2人とも。ありがとうございます。今までいろいろお世話になりました。なんだかお別れみたいな挨拶だね。私たちまだしばらくここにいるつもりだよ。別にそんなつもりはなくて、ただ S ランクに上がったんだって思ったら、なんかやり遂げた気持ちになっちゃったっていうか。まあ今はそれでもいいでしょう。ただ一つだけ覚えておいてください。 S ランクへの昇級はただの通過点に過ぎない。これからもあなた方の錬金術は続いていくのですから。プラフタの言う通り、二人にはもっともっとすごい錬金術師になってもらわなきゃいけないからね。これに満足せず、さらに研鑽を積んでいくように。いいですね。はい。いつか二人をびっくりさせるようなとんでもない錬金術師になってみせますから。楽しみにしてるね、リリーちゃん、スーちゃん。
な顔を。はい私たち S ランクに昇級したんです。まあすごいじゃない、おめでとう二人とも。うんうん、さすが二人だよ。そうだ、今度みんなでお祝いのパーティーをしよう。え、パーティーですか。うわ面白そう。あ、リアネ、お料理はお肉たっぷりでお願いね。せっかくのお祝いだものね、たくさん獲物を飼っておかないと。ぜひぜひお願いします。今から楽しみになってきちゃった。あ、それじゃあ今日は失礼しますね。パーティー楽しみにしてます。それでは。なんだかお姉ちゃん、試験に受かった時のフィリスちゃんを思い出しちゃった。嬉しい気持ちとやり遂げたっていう誇りと未来への希望がごちゃ混ぜになったような顔。私もあんな顔してたんだ。だったら悪くないかも。ええ、あの顔はいつ見てもいいものね。国一番のアトリエ、夢を叶えられてよかったね、二人とも。あら、
二人ともやったじゃない。夢だった国一番のアトリエになれたのね。どうして知ってるんですか、パメラさん。それは、何やらふらりと外に出かけたと思ったら、帰ってくるなり二人のことを言い出して。本当にパメラは不思議な人です。まあそれは今さら言っても仕方ありませんね。おめでとうございます二人とも。自分たちの夢を叶えるとはとても立派でしたよ。ありがとうございます。シスターに褒められるのとっても嬉しいです。ねえねえグレイスさん、私のお店で二人の記念お札を売ってもいい？記念お札？何ですかそれ。二人の絵を描いたお札よ。あなたたちの破竹の勢いにあやかろうかと思って。ああそんなもの、さすがに教会で売っちゃ。そうですね、数量限定であれば許可しましょう。いいんだ。おめでたいことですしね、きっと神もお許しになることでしょう。さすがグレイスさんだわ。じゃあ早速取り掛からないと。二人とも本当に頑張ったわね。ええ、これからのあなた方の人生にも幸多からんことを。
師匠、私たちやりました。 S ランクに昇級してちゃんと国一番のアトリエになれたんですよ。そう、そうなの。よかった、よかったわね。あれ、イル師匠もしかして泣いて。うるさいわね、目にゴミが入っただけよ。やっと取れた。偉かったわね、あなたたち。しっかり努力してちゃんと夢を叶えた。それでこそ私の弟子よ。師匠これも師匠のおかげです。ありがとうございました。本当に大変だったわ。あなたたちを教えるのは結構骨が折れたもの。でもとっても楽しかった。私からもありがとう、二人とも。師匠。あ、でも忘れちゃダメよ。いつまで経ってもあなたたちは私の弟子。サボったり道を踏み外したりしたら容赦なくフラムで制裁するからね。わかってますって。師匠に制裁されたら消し済みになっちゃいますもん。今度またいろいろ聞きに来ますね。それでは。なんだか自分のことのように嬉しいわ。お父様、師匠になるっていいものね。二人とも、その顔、何も言わなくてもわかる。おめでとう。よく頑張ったな。お前たちは本当に俺の誇りだよ。しかし思ってたよりずっと早かったな。俺なんて何もできなかった。頼りない父親でごめんな。ううん、そんなことないよ。そりゃあ昔はぐうたらでダメダメだったけど、最近は依頼をこなしたり調合を手伝ったりしてくれてたじゃない。そうそう、お父さんが手伝ってくれなかったらきっとまだ S ランクにはなれて
の力を合わせたから国一番のアトリエになれたんだよね。そう言ってもらえるとありがたいな。それじゃそろそろ行くか。うん、行こう。お母さんに報告に。お母さん。いらっしゃい。よく来たわね。今日はね、お母さんに重大発表があるのです。お母さん、きっと喜ぶよ。あら、どんなことかしら。あのね、私たち、Sランクの試験に合格したの。私たち、お母さんと約束した国一番のアトリエになれたんだよ。私との約束を守ってくれてとっても嬉しい。よく頑張ったわね、リリー、スール。そりゃそうだよ。だって大好きなお母さんとの約束だもん。そうだよ、私たち約束を守らない悪い子にはなりたくないからね。うんうん、二人ともいい子いい子。やっぱり二人は私の自慢の宝物だわ。でね、国一番のアトリエになった記念にお母さんに渡そうと思ってたものがあるんだ。え、ほんと？二人からのプレゼントだなんてすごく楽しみだわ。ふひひ、お母さん絶対びっくりするよ。何せ私たちの最高傑作だから。お母さんへのプレゼントは、じゃーん！これはパステル？これで似顔絵でも描いてくれるの？ううん、そうじゃないよ。ちょっと待っててね。え？今何をしたの？お母さんの存在を固定化したの。は？どういうこと？ね、お母さんが消えちゃうかもしれないのってお母さんの存在が曖昧な状態だからなんだ。絵ができた時に存在を形作る物質、多分エーテルだと思うんだけど、それが足りなかったんだね。で、今弱いのパステルを使うことで存在をそのままにエーテルを再度付与し直したの。そのおかげでお母さんの存在は固定化されて消えることはなくなったってわけ。簡単でしょ。ロゼ、噛み砕いて説明してくれる？すまん、俺にもわからん。お前たちいつの間にそこまで錬金術を。作るのは難しかったけど、理論自体はそこまで複雑じゃないよね。うん、私でもわかるくらいだし。お父さん、なまってるんじゃないの？すごい！本当にすごいわ！錬金術って、運命までも覆しちゃうのね。もうとっくに覚悟を決めてたのに。それに二人もすごいわ。子供って親が知らない間に育っちゃうものなのね。ああ、そうみたいだな。大したもんだ。いつの間にか遥かに俺のことを超えてやがった。努力と才能か。本当にすごいよ、お前たちは。ま、なんて言ったってねえ。私たち、お父さんとお母さんの子供だもん。お前たち、かねえ、生意気なこと言いやがって。
さて、これでこれからもみんなと一緒にいられるってことでいいのかしら。うん、そうだよ。お母さんはもう消えたりしないんだから。あ、でもしばらく一緒には暮らせないかも。どういうことだ？みんなのための錬金術師になるために私たち二人で決めたことがあるんだ。だからね、そのために家を出て旅をしようと思ってて。家を出る？おい、そんなこと聞いてないぞ。だいたいアトリエはどうするつもり？ちょっとロージェ、せっかく二人が決めたことだもの、尊重してあげましょう。それでリディ、スール、二人が決めたこと教えてもらってもいいかしら。うん、もちろん。私たちね、
リディ&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師。
こんにちは、リリー役をやらせていただきました長澤まりあです。はい、きっとこれを聞いているということはゲームをクリアしたということなんですね。あー、おめでとうございます。あー、そうなんですね。じゃあちょっとリリーについて語らせていただきます。私実はこうザ・お姉ちゃんっていう役をやるのはちょっと初めてなので、こうスール役の赤尾ひかるです。はい、ここまでクリア。どうもこんにちは、フィリス・ミストルートちゃん役の本読ヘディです。皆さんこんにちは、ソフィー役の愛坂優香です。ここまでプレイしていただきありがとうございます。はい、リリー&スールのアトリエ遊んでくださった皆様ありがとうございました。はい、アルト役を演じさせていただきました、長塚。皆さんこリリはいトイリリ皆さんはい皆さんこんにちは、フリッツ役の堀内健優です。ご存知でした皆さん、アトリエシリーズリリー&スール、はい、クリアされた皆様お疲れ様でした。
空港へ。リリー&スールのアトリエ、不思議な絵画の。リリー&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師